左ふくらはぎの張りで今季2度目の負傷者リスト、IL、入りとなっているメッツ千賀滉大投手、31、が4日、日本時間5日、負傷後初めてブルペンで投球練習を行った。カルロス・メンドサ監督が試合前会見で地元中継テレビ局 SNY などに話したところによると、約25球を投げ、ブルペンで数回投げてから次のステップに進む見込みだという。 同監督は、いい状態に見えた、投げている球も良かったし、全力で投げられたところを見られて良かったと話した。千川は今季、キャンプ序盤で右肩の違和感を訴え、開幕から負傷者リスト入り、7月26日のブレーブス戦で復帰したが、6回に左ふくらはぎを負傷して緊急降板し、今季は1試合に登板しただけでシーズン中の復帰は絶望的とされていた。 だが最短で今月25日に復帰が可能で、8月下旬からキャッチボールを再開し順調にリハビリを進めている。